さあ、ごく一発第9レースの発走、まずは3番の加藤寛治が出ていきました。1番の小川啓二、2番手、そして2番の志原正文、4番車道中野祐希、そして6番車金本翔太、最後尾5番の愛嬌博之という序盤戦です。3番の加藤が号砲を聞いて、まずは前取りすっと出ていきました。4番の中野が、そして5番の愛嬌がそれぞれ位置を上げていきまして、遠征メンバー中部近畿ライン前段で並びを整える合流です。6番の金本翔太、ゆっくりと車を進めていきまして、4番手を初手の位置としそうです。九州で2番の志原正文が番手回り、四国一社徳島1番の小川啓二が九州勢の3番手回っていきまして、西日本ライン3社です。2周回目入りまして、3対3の一本棒、1センターを通過2コーナーへと向かいます。正高校4番の中野は予選竹内翼のホームがましに出鼻をくじかれての大敗でありました。今日は力を出し切ってやるぞと意気込んでいるはず。中野の後ろ愛知勢、番手回りは加藤、そして愛嬌と続きます。対するラインは6番車金本が先導役の4番手。予選はかけたんですが、伊藤利馬さんに中段からまくられての6着でありました。金本と志原は去年11月豊富記念で連携して以来であります。青番周回入りまして、1コーナーを回っていきます。1番の小川は四国一社、ここは九州勢の後ろ続いていきまして、まとまりを作ります。2コーナーからバックへと向かっていきます。4番の中野が正高校、6番車金本が得点上位石原に任されての初手のポジションは後ろ攻めの4番手です。2センターから4コーナーへと向かっていくところ、その6番の金本が動きをじわりと見せていく。4コーナーを回って、さあいよいよ勝負どころへ入ります。赤番の方目の前にいたしまして、4番中野に肩を並べていきました。6番の金本であります。さあ、まずは誘導が降りたのを確認、強引にでもと前には出ず、ここはむしろ対照的に落ち着いて車を元のポジション4番手に下ろしている金本。さあ、4番の中野は外から、そして内から覗き込んで、その金本の動向を警戒してのジャンの3コーナー先頭位置です。さあ、突っ張ってそのままかけるか、4番の中野勇気。6番の金本は4番手、前と2写真距離ある状態で幕に構えての最終周回であります。さあ、4番の中野、その後ろ3番の加藤が車間を切って、3番手5番の愛嬌を仕掛ける6番の金本。2コーナーからバック、3番手2番手と攻め上がっていきまして、逃げる4番の中野を捉える勢い、バック線から3コーナー追走ピタリと2番の志原、九州勢追って1番の小川で出切りまして、4コーナーを回っていきます。6番の金本翔太先頭、2番の志原食い下がって、6番2番3着1番の小川で西日本ラインのワンツースリーです。第9レース S 級一般戦の2組目、前浮かから4番の中野がそのままかける展開も、6番の金本は車を下ろして逃がしてまくったが、力強くスピード鋭く中野を捉えました。2番の志原が追走しまして、さらに1番の小川まで続いて3着、6番2番1番の入選時、決定までしばらくお待ちください。第9レースでした。